康平くんです。娘さんよく聞いてよ、山男が惚れるなよ、山で吹かれりゃよ、若の家さんだよ、山で吹かれりゃよ、若の家さんだよ。娘さんよく聞けよ、山男の好物はよ、山の頼りによ、飯後の飯だよ、山の頼りによ、飯後の飯だよ。投げる踏みしめ骨ゆく心はよ、青く知られのよ、いただけいくよ、青く知られのよ、いただけいくよ。春夏秋冬山行く心はよ、望み大きくよ、親しき友よ、望み大きくよ、親しき友よ。登場終わりの夜行が響けばよ、今の苦労もよ、どこ吹く風だよ、今の苦労もよ、どこ吹く風だよ。ここ去年崩れてたんですけど、綺麗に旧徳郷峠の道はこっちですよと、みんなこれから行くのかな。やっと桜が、山桜でしょうね、吹雪始めました。徳沢園に入ってきましたよと。春ですね、もうすっかり。野沢菜チャーハン食べます。今年は食い損ねる前にチャーハン食っときます。野沢菜チャーハンですよ。変な若者と出会ったぞ。横尾まで一緒に行かなきゃいけない。
忘れられぬあの日を、涙流し別れた。セッションヒュッテは営業していません、ね。セッションヒュッテがやってればそこまで頑張ったんですけども、優しかったあの人、胸が震わかるよ、さあ、本当に荒れちゃってますね。銀のロケット、今日は夏のような陽気ですね、はい。だけど昨日新潟県には新雪が降ったそうですよ。今すれ違った人が、おっしゃってました、まあトレースはつけてきたと言ってますけど、この天気ですからね。上の道が崩れたので、崩れたので川の中を行くように付け替えられて、あそこに赤布があります。だいぶヘンテコになってますよ。ああいう場所を見つけましたよ。立派な橋は前にはなかったぞ。もうすごい。一の股です。あ、ここで休もうかな。はい、
結構綺麗になってんな。